皆さんこんにちは、ひろこです。動画のご視聴ありがとうございます。夜市で朝を迎えた我々は三日ウイスキー夜市蒸留所で買い物をして、三崎さんで生ウニ丼を堪能、7年ぶりに神井岬を訪れました。その後、岬の湯シャコタンで温泉に浸かり、三国漁港海岸緑地広場で車中泊しました。今回も最後までご視聴くださると嬉しいです。5時10分です。はい、今日の朝食は昨日、セコマで買ったでっかいメンチロールと、それからアイスコーヒーと四つ葉牛乳で作ったカフェオレです。これも新商品らしい。え、そうなの？あ、新商品だ。本当だ。600キロカロリーぐらい。こんな感じ。198円。ね、安っ。よく千切りキャベツとか少し添えてあるけど、うん、これはないね。今また日傘してきた。日傘すと暑いね。うん、だって朝散歩してて暑かったもん、じじじ。なんか焼けそう。いや、焼けてる。私も焼けてるけど、のびさんも顔焼けてる。今日は8月7日。はい。で、今日と明日で北海道の旅は終了。うん。明後日の朝の苫小牧。八戸のフェリーに乗って、シルバーフェリーに北海道を離れて帰り道になると、うん、三陸の方少し寄ろうっていう計画があるけれども、我が家は三陸の飛行をね、まだ見たことがないので、まあ来る時チラ見してきたけどね。チラッとね。おお、ほらいっぱい。今日はのんさん、その後車を洗おうと。もうすごい虫。うん、前は虫虫だらけだし、うん、それからもう泥だらけ、車、うん、特に車の後ろってやっぱ結構巻き上げるみたいで、うん、簡単な洗車をしたいと思います。66% まで減ったな。ソーラーは今日が出てるけど 40W。 今日はあんまりたくさん走らないから、うん、天気がいいけどソーラーでどこまで行けるか行けないな。行けないな、うん、天気はいいけど残量にしたら 265Ah だから、135Ah を、充電するのに、うちのソーラーだと、まあ、10日とかかければ、うん、ほっとけば充電はできます。84W ぐらいって言ってる。アンペアだと分かんない。5.8A。5.8? まあ、うちのソーラー、うん、古くて馬力がないんで、だいたい言っても 80W ぐらいの 5A ぐらいだな。じゃあこれから旅先での簡易洗車をやります。園芸用の噴霧器なんですが、はい、あ、歩行もできるけど、これでこういう風にストレートの、まずは車を濡らす。ここがすごく汚れてるんだよね。ここのタイヤのこの後ろのところがすごく汚れています。そうそうそう、上の方から濡らした後ブラシで汚れを取っていきます。あ、洗剤つけてるね。これは、うん、コーティングの部分もらった。これは洗剤で、これでこのコードが水垢を落とす洗剤をコーティングした時につけてくれるやつ。あ、つけてくれる。これでやってくださいって。で、こっちからもう一回洗い流してます。これでやると非常に水の量が少なくて、うん、少ない水で、そう、ピンポイントで使えるので、極めて少ない量でこう流せるという。そして今の水気をこのままでもいいんだけど、一応一人の代わりに、あ、随分すぐ乾いた、うん、ワイパーで。天気いいからね。水切りをしておくと、
内装で買ったやつなんで、うん、ちょっとまいちな着き心地なんだけど、まあでも十分な、そうだね、人よりはね、これの方がね、うん、早いかなっていうのが、うん、あの汚れが残りについたの、これであと残りの部分が、はい、これで少しこう細かいところです、うん、あ、今のでね、取れないとこは、どうしてもこの、うん、面のところはワイパーできないっていうのは、こんな感じで、うん、ちょっと前面、特に後ろの汚れ、後ろすごい、カメラで映るかな、映るかなーって、うん、映る、映りそう、砂だね、すごいんだ、あ、これ、あ、これは日が差すとよく見えるか。出発前のバッテリー残量は 60.2% でした。三国漁港海岸緑地広場かな、ありがとうございました。ハレガードも来てました。ここ無料キャンプ場なんだ。ここは炊事場もあってトイレもあってとても過ごしやすいところでした。ここ何泊しても楽しそう。子供たち海水浴してます。ところが現在公衆トイレの外にある手洗い場は10月1日より閉鎖されています。一部の利用者がゴムボート等を洗浄し砂が浄化槽に流入して故障したようです。あ、この右側もウニ丼屋さん、ここあのおっちゃんねるさんが美味しいって言ってた。はい、このお店リンコさん、はい、あれなんだこれ、びっくりした、あの黄色いのは何ですか、駐車禁止ね。しまむい海岸到着です。駐車場到着、到着したのはいいんですけどここにもアブいます。あ、飛んだ。しまむい海岸到着しました。駐車場、前の林光さんで昔ウニ丼を食べました。ここでも赤ウニは食べられないようです。2017年当時も赤ウニがなかったので白ウニを食べました。はい、じゃあ登っていきましょう。こっち、これ左側がトンネルで右へ上がっていくと灯台があります。今は改修中だそうです。アテさんは灯台の方に行こうとしてるんだけど、先にトンネル行きましょうか、はい、ね、お、ちっちゃい虫が飛んでる、ちっちゃい虫がいっぱい飛んでます。はい、行こう、うん、いいよ、はい、いいよ、いいよ、いいよ、行って行って、いいよ、いいよ、いやあ、最悪。よしました。こんにちは。到着しました。しまむい海岸、今日も綺麗。今日の方が綺麗かな。どうでしょう。綺麗。はい、右側はこんな感じ。はい。一瞬。今来たトンネル。うん、綺麗ね。あー、綺麗。すっごい綺麗。あ、
あ、流れが見える。沖の方に流れが見える。すごい綺麗。この日差しの向きがさ、うん、綺麗。また綺麗なんじゃないかな。あ、綺麗綺麗。これ下まで降りられるけど、降りますか？あ、降りられるよ。え、今日降りられないの？嘘。え、下に降りようと思ったんですけど、今通行止め。本当？あ、雪崩の発生で木柵、え、崩壊しちゃったんだ。あらららら。え、いつから通行止めなんだろう。本当？前はここ降りてったんだよ。以前はここを降りて下まで行きました。当時の天気はいまいちでしたが、下まで降りられました。あれちゃん、初めて島も行きました。てか、シャコタンも初めてね。あ、虫がいっぱいいる。はい、島むい海岸に来ています。黙ってると何だかわからないので小さい虫がいっぱいいます。綺麗、うん、めちゃくちゃ綺麗だね。はい、下に降りようかと思ったら、雪崩でなんか柵が壊れてしまったみたいで降りられませんでした。はい、あれさん初めての島むい、めちゃくちゃ綺麗です。綺麗です。シャクタンブルー最高です。わー、鼻とかいっぱいついてる。なんかすっごいアブじゃないからいいや。はい、やっぱりね、ちょっと量が少ない少ない感じ。これで取られました。4500円だったの。あ、そう。あ、うん、980円かな。980円。うん。足元見るよね。そこまでやってみたいですけどね。どこ？そこのところ。その下のところ。うん。ちょっとあのシャコタンじゃ、あのカムイ岬のところ、レストランじゃない。カムイ岬。あの駐車場。はいはいはい、ありますね。あそこでも食べさせてくれる。あ、番屋さん？番屋さん。あ、そうなんだ。あそこでも安い。あの古びらにあのシャコタンなんとかっていう販売所があるんです。そう行くとあの円錐ウニが安いんですけど、今日今寄ってきたら火曜日休みです。あ、だからじゃあ今日休みです。そうそう、あの円錐ウニが2,000〜3,000円ぐらいで売ってるんですか。あれいいですよね。あれいいです。風がなくて穏やかな海が綺麗です。前来た時はここまで綺麗じゃなかったです。今日は最高、最高に綺麗です。綺麗だな。うん、風もなくて波もなくて本当に綺麗。あー綺麗、綺麗、綺麗ね。灯台の方行ってみましょう。上がっていきましょうか。よし、行ってみよう。はい、じゃあ灯台行こう。はーい、よいしょ。灯台見えてきました。アデさんは交代交代抱っこしながら途中ちょっとだけ歩きました。見えてきました。シャコタンデ岬灯台と読みます。今回は工事で近寄らなかったのでプレートの写真は当時のものです。それでは思い出の場所で記念撮影。島むい海岸堪能してきました。めちゃめちゃ虫が多くて暑くて、でもだけど綺麗だった、うん、真っ青で、こんな海の色は見たことがないっていう。多分うちはここは2回目で、で前来た時はどんよりしてたので、うん、今日はもう最高に綺麗な、風がなくて波もないので、あと午前中なんで日差しがちょうどいい、あの本格から海に向かって差してるような感じで、ちょうどよかったです。海の青もあのことのほか引き立っててすごい綺麗でした、はい、ここはいいね、綺麗だね、うん、で下に降りる階段が今
通れなくなっていて、そうだね、閉鎖中、なんか雪崩があったりだとか崩落があったみたいな感じで立ち入り禁止になってました。でそこからあと灯台の方も行きました。はい、灯台は改めて坂があんなに急だったっけっていうぐらい坂が急だったね。いやー大変だった。またアデを連れてって最後の 300m の上りがまた、そう300が下がね、アスファルトだからもう暑くてね、交代で抱っこして今はちょうど灯台修復中で、周りタイル張りの灯台でタイルの修復と、うん、それから灯台の周りの地面をまたなんかコンクリート打ち直しを作業してました。作業員の方が 5,6 人いて、上にバンとかなんか止まってるんだけど、歩いて登ったり下ったり一生懸命したね。あとね、なんか作業員の方たちもね、灯台バックにこうやって写真撮って何やってんだ仕事しろ暑そうでした。いやでもこの草暑い中ご苦労さんでした、うん、はい、ありがとうございました、じゃあもう一つの黄金岬か小金岬か、あそこ行くのはやっぱりそう、ちょっと戻る感じ。いやでも虫が多いかな。虫がいるよ、やめようか、クマ、うん、が出そうなとこなんですけど、うん、ちょっとここでやめとこうか。そう、あそこ、ここもすごかったから虫が、じゃあやめようか、やめようかとも思いましたが、シャコタンに来たら3つの岬を巡らなければというわけで、やってきました7年ぶりの黄金岬です。黄金岬入り口の看板のある、公共駐車場に車を止めて、さっきインフォメーションで聞いてきたら3つの岬を、巡って SNS に投稿すると証明書をもらえるということで行きます。この先、30メートル先、右手です。暑くなっちゃったのでアデさんはお留守番です。前回来た時はメイさんと一緒に、カートで上がりました。はい、黄金岬入り口到着しました。この後この坂道を登っていきます。一応熊鈴とそれから蚊取り線香、赤巻を持ってきました。こんな感じ。上に展望台があって、ハート型の岩が見えるんだったかな。注意、松山千春ロマンの日そんなのあったの。シャシナの小道へようこそ。あ、清掃協力金のお願いがあります。また登りハイキング、ここの道は、なだらかで日陰で歩きやすい。はい、入り口から230メートル来ました。展望台までは330メートルです。ただいま乗り面工事中です。はい、柵が綺麗になってます。もうすぐ展望台到着しました。展望台も綺麗になってるかな。入り口は作り直してるみたいね。なんか森の中からブンブンに到着した、どうでしょうみたいな感じの到着。はい、じゃあ到着したので登っていきましょう。上から見ると黄金岬、海運の島、宝島がハートの形に見えますね。ここからじゃあ見えないのかな。頂上到着しました。どうなんだろう、でもここの中は変わってないのかな。途中綺麗になっていたような。阿部さんはお留守番。よいしょ、感じ。はい、あそこに見えるのが宝島です。宝島ズームのところにカヌーが見えます。カヤックかな、カヌーかな。あそこ浅いんだ。ちょっとここは風があるから海面がサワサワして、あ、だいぶ雲が多くなってきたかな。こんな感じ、
こっから見てもね、上から見ないとやっぱり宝島を上から見るとハート型ありました。松山千春のロマン碑、ニシン街道の標柱がありました。シャコタン町ニシン街道、当時ニシンの用途は主に畑の飼料に進化す、強力な肥料として飛ぶように売れました。それが巨万の富を築きました。そう、黄金岬さん、インフォメーション観光案内所かな、で3つの岬を訪れた人には記念のなんかポストカードとでのセットがいただけます。あれ、ね、あの3岬全部コンプリートしなくてもいいの、行ったとこだけのやつがもらえる。ああそうなんだ。この下に、シェード、ハイエース用のシェードをして引いてるんですけれど、今まで気がつかないでここ吸気口を塞いで冷蔵庫を使用してしまいました。壊れなくてよかったですね。これが排気、あったかい空気がここから出てるんですね。セレンゲティは排気口が室内にあるんです。で下が吸気口、ここね、アレちゃんが今ここを陣取ってます。アレちゃんです。与一川温泉に寄ってから道の駅に戻ってきました。この時点のバッテリー残量は 60.55% です。こんにちは。リアルコタだ。どうも、はじめまして。あ、ちっちゃいな、なんか。こんにちは。こんにちは。コタ見てるとすごくちっちゃく見える。顔が大きい。顔でかいから。お利口だね。遊びたい。あ、そうですね。その前まではもうのんよりしてたんだけど。そうそうそう。あれ、あれ、よいしょ。ちっちゃいんです。かわいい。いいね。すぐ目の前に駐車場があるときちっちゃいんですよ。そこ止められなくって、くんくん、いつもは難儀した。いいよいいよ、どうぞどうぞ。川があるんですけど、川を渡って、どうぞ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 。よいしょよいしょよいしょ、ほいけた。はい、行けた行けた。はいよ、来たよ、お待たせお待たせお待たせ。あ、前から撮って、前から、はい、じゃあ両方後ろと前と、私後ろから撮って。あ、いいよ。いいよ。泡が出てる。いいね、よかったね、よかったね。どうぞ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 。あらららら、よいしょ。いい匂いかが。確認確認。泡がすごい。泡ついた。泡ついた。汚いことね。あ、すいません、ありがとうございます。泡ついてる。泡ついてる。じゃあちょっと待ってな。こもった。おいで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 。だいぶでもリラックスしてきたね。行こうか行こうか。よし行こうか。ここで食べてってもいいですよみたいな感じで。遊ぶになった少し。こっち遊ぼう遊ぼう。あ、いいねいいねいいね。よかったねいいね。だいぶ慣れてきた。ねえ、だいぶ慣れてきた。よかったねよかったね。うん、よかったね。はい、よかったね。よしよし、ありがとう。ありがとう。ありがとう。ちょっと改めまして。はい、こんにちは。改めまして、こんにちは。改めまして。こたちゃんのところ、チャンネル名は何でしたっけ？こぎ旅です。こぎ旅。旅するバンライブ。はい。で、北海道に来たので、会いたいなって、連絡をしたら会ってくれて、今こうやって、こたちゃんとアデちゃんが、
仲良くしてまーす。よかったね。仲良くなれた。うん、慣れたね。ね、そばにいてなんか兄弟みたいだよね。本当に兄弟みたいな。ね、うん。珍しいよね。だいぶ慣れたよね。へえ。だいぶ慣れた感じ。よかった。はい。はい。楽しい散歩でした。はい。ありがとうございます。北海道に来て今日初めてコーギーの、お知り合いと、一緒にこうやって宴を催すことができました。ありがとうございます。ありがとうございます。では乾杯。ご安全に。はいはい。ノンアル。あ、美味しい。これは何ですか。トカップ、トカップ、北海道の。飲みやすくて美味しいですよ。トカップがドーンってなって、忘れないうちに、はい、何ですか。お土産、あ、そう、はいはいはい、ね、ピーマン、千葉の、これ千葉のお土産なんですけど、甘いものなんですけど、後で食べてください。そう、甘いもの同じ屋になります。ございます。なごみの米屋っていう、成田の、これ、ピーナッツモナカ。モナカなんですか。モナカ大丈夫ですか。あ、大丈夫です。まあ、コーヒーのお供にいいんじゃないかと思うんで。モナカとパイと2種類。ありがとうございます。いただきました。コーヒーのと。まあ、嬉しいね。コーヒーの、本当ね。最近コーヒーのとも買ってないから、ね。あ、そうなんです。そうなんですよ。仕事でゆっくりコーヒーを入れてる暇が。あ、そうなんだ。あ、サイフォンの。そうそうそう。はいはいはい。そいでなくてもこの夏の暑い時って最高ちょっとね厳しいよね。え、いつまでやられるんですか。今月20日くらいまでじゃないかと言われて、まあ、あの収穫の進行次第なんでしょうね。あと実りが遅い早いだとか。あれは一日中ずっと収穫するんですか。僕は最初あの収穫と、あとその収穫したものを運搬、軽トラとか一輪車みたいなものを使って、それをその契約だったんだけど、あの今はもう選果っていうその選果取ってきたものをこう選別するのを、おかしなものが混入してね、あの虫が食ってないとか、あとそれをだからこう梱包したり、まさにこういうふうにパックで回したりして、フォークリフトでトラックに乗せたり、それまあ要は全部やってるってことですから。そう、なんか話と違うんだけど、本当は収穫、畑に一日いっぱい畑にいるはずだったんだけど、この後キャンピングカー談義に花が咲き、夜が更けていきました。宴が終わった後のバッテリー残量は 45.98% でした。今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。これからも役に立つ情報を皆さんとシェアしたいと思います。配信を見逃さないようにチャンネル登録、それから高評価、コメントもくださると嬉しいです。動画制作の励みになります。よろしくお願いいたします。